ボディマウント構造の車体仮面、ボディマウント構造とは、鉄道車両の車体を製造する際に、下側まで一体に成形し、その内部に機器類を乗せるようにした構造を言う。車体下部の機器類が完全に覆われているため、雪や石などの飛散による破損から機器類を守ることができ、空力特性改善にも優れるという利点がある。反面、 機器類へのアクセスが制限されるため整備性が悪くなり製造コストも高めである。また構造上、車体下部の通気性が通常の鉄道車両に比べて悪くなるため機器類の冷却に対して特別な配慮が必要となる。日本では1955年に相模鉄道が初の自社開発通勤型電車5000系に採用したのが始まりである。その後、 名古屋市交通局が導入したほかは、日本国有鉄道所有の新幹線電車の試験者、試作車であった。新幹線電車のほか、京成電鉄の AE100 型や AE 型などの一部の車両でも、防音性や跳ね返りによる破損や空力特性改善を目的に、住宅地を走る列車では防音性を目的に、床下機器を覆っている。これは一見すると本構造に似ているものの、 床下に吊り下げられた機器を覆う、単なるカバーであり別物である。ボディーマウント構造は台車を覆うことができないので、これと見分けるポイントになる時がある。ありがとうございます。